余分な脂肪を落として、キュッと引き締まった二の腕を作っていきましょう。はじめは腕を伸ばして準備します。肘を背中側で寄せていきましょう。息を吐きながら腕を持ち上げていきます。肩甲骨の動きを感じながらマイペースに動かしていきます。さあ、あと少しです。さあ、次は手を横に伸ばして準備していきます。手のひらを上から後ろへ、呼吸は自然に、背筋を伸ばして背中から腕を動かすような意識で腕を長く使っていきましょう。さあ、次は腕を横に伸ばし準備していきます。吸う息で腕を横から上、大きく動かしていきましょう。背筋を伸ばしながら胸の前を開いて、手を遠くに伸ばし動かし続けます。腰が反らないように軽くお腹には力が入っている状態で続けていきましょう。次は手を後ろで重ねて準備しましょう。肩を後ろへ、胸を開いたら肘から先を遠くに伸ばしていきます。余分な力を抜いてリラックスしながら行っていきましょう。しっかりと胸の前を開きながら行うことがポイントです。さあ、次は両肘を曲げて準備します。肘の位置を安定させながら肘から先を交互に動かしていきましょう。この時に腕全体が動かないようにしっかりと肘を安定させて動かすことがポイントです。次は手のひらをしっかりと押し出して準備していきます。背中で2回ずつ腕を寄せていきましょう。キュッと寄せることによって脇の下のたるみにも効果的です。胸の前をしっかりと開いて軽く顎を引いて首の後ろを長くしたまま行います。さあ、次は少し上体を前に倒して肘を曲げ準備していきます。肘から先を遠くに伸ばしていきましょう。小指を天井の方に向けて動かします。肘の位置は安定させて胸の前をしっかりと開いたまま動かすことがポイントです。動かしにくい方はしっかりと上体を前に倒すと少し腕が動きやすくなります。さあ、次は肘を曲げて準備します。肘から先を下に向けて2回ずつ小さく動かしていきましょう。
手のひらをしっかりと押し出しながら、肘の位置を安定させて、二の腕の裏側をキュッと引き締めていきます。最後まで背筋を伸ばして行っていきます。次は両手を重ねて準備しましょう。肘を背中側で曲げていきましょう。手のひらをしっかりと押し出して、二の腕の裏側や手のひらをストレッチしていきます。はじめは小さく動かして、少しずつ可動域を広げていきましょう。さあ次は手を横に開いて準備しましょう。吸う息で両手を持ち上げて、手を合わせていきます。吐きながら下ろしていきましょう。肩の余分な力を抜いて、背筋を伸ばしながら行っていきます。胴体がぶれないように注意していきましょう。次は手を横に伸ばして準備します。手のひらをしっかりと押し出していきましょう。自然な呼吸で腕を回していきます。手のひらをしっかりと押し出したまま動かしていきましょう。さあ次は反対からも回していきます。最後まで背筋は伸ばしたまま、小さく小さく動かします。さあこれが最後のエクササイズです。軽く手を握り、小指側を天井の方に向けて準備しましょう。少し上体を前に倒して、腕を小刻みに動かしていきます。小さく小さく動かして、二の腕の裏側、背中、しっかりと引き締めていきましょう。呼吸は止めないように自然な呼吸で。あと少しです。お疲れ様でした。毎日続けて柔らかい肩甲骨を手に入れていきましょう。